はい、どうもブロです。今回はですね、日本のトップレベルの溶接工を紹介する動画となっております。いつもね、僕の動画投稿に対して大変恐縮ですけども、うまいと言っていただける視聴者さんの方もいますが、やはり上には上がいるってことですね。僕がインスタグラム、TikTok でフォローしている方たちなんですけども、とてもとてもうまい方たちばっかりでですね、その方たちに声かけしまして、今回の企画に協力しますよっていうことで承諾を得ました。でも本当にご協力いただいてありがとうございます。インスタグラム、TikTok をやっていない方とかって結構いると思うんですよ。 Google で検索しただけではすごい方の溶接って画像で出てこないとかって結構ざらにあるので、その辺を今回の動画で、すごい方集めてですね、世の中の人にこんなすごい人いるんだよっていうことをちょっと紹介したいなっていうのはだいぶ前から思っててですね、皆さんに協力いただいて実現することができました。本当にありがとうございます。早速皆さんに見ていただいてもらいましょう。それでは画面変わります。まず一人目は兵庫県の金本さん。半自動溶接で前後ビービングし溶接されたみたいです。これだけの距離を揃えられる人はなかなかいないですよ。ビタッと綺麗に溶接されてます。こちらはフランジシート面の溶接でパルス溶接でローリングし竜の鱗を意識し溶接されたみたいです。自分が思うように溶接できるってプロ中のプロですよね。こちらはウィービングの方法、棒を送るタイミングを変えたりし溶接されたみたいです。 VB度惚れ惚れしますね。続いて沖縄県の溶接工の翔さん。同じ鉄骨溶接工としてみてもとても素晴らしいビードです。編集しながら開いた口が塞がらなかったです。おそらく彼の腕には機械が入っていますね。ハツリもプロフェッショナルですね。沖縄県の溶接技術協議会の優勝者でもあります。協議会出場されている方は要チェックです。彼にできない溶接なんてありませんね。ビード見たらわかります。続きまして、とある地区の溶接くんさん。こちらの方もとても素晴らしい技量をお持ちです。協議会では全国上位を目指して共に戦った仲間です。なんというか、この方を有名人で例えると野球の大谷翔平さんのような、どこまでも技量が伸びていってしまいそうな方です。技量の限界を常に超えられるように日々考え、無駄をなくし、決して失敗しても何かのせいにしないで自分と向き合う素晴らしい溶接職人です。続きまして、福岡県の小葉さんを紹介します。小葉さんは協議会出られている方は知らない方はいないくらい凄腕溶接工です。衣服アークでここまでビード揃えられる人はなかなかいないです。小葉さんは衣服アークだけではなく半自動溶接、ティグ溶接も使いこなすオールラウンダー。協議会のアドバイスをいただき、僕と後輩もとても勉強になりました。技術も知識もある素晴らしい溶接職人です。小葉さんの後輩は幸せ者ですね。続きまして、山形県翼さん。縦向き溶接なんですが、粗めの最強ビードです。これはなかなか真似できないですよね。僕は粗めできないので憧れます。上下のビード幅をきれいに揃えるの難しいのに翼さんはできてしまいます。薄板整いすぎです。鱗ビードもめちゃめちゃかっこいいです。続いて、三重県ダイナ溶接さん。真ん中のへこみもなくクレーター処理もとても綺麗です。ダイナさんの端部とても上手なんですよね。なんとなくやっていてはこうはなりません。ダイナさんはうまくいくやり方をマスターしています。最終パスって横向き難しいんですが、ダイナさんにはお手の物ですね。スラグの剥がれ方めちゃくちゃ気持ちいいやつですよね。うまい証拠です。墨肉もめちゃめちゃ綺麗です。お見事。皆さんご存知ですかね、ナオマンさん有名人です。圧倒的根性とある程度の筋力がないとやっていけない。話題性だけではいてほしくない。男より努力しないと認めてもらえない。男より大したことないミスでもやっぱり女はと言われがち。本気で溶接が好きで伸びるつもりでやらないと、これから本当に憧れて入ってくる女性の障害になる。
うっかり簡単に命を落とす仕事なので覚悟してほしいとコメントいただきました。ベテラン女性溶接工の方のアドバイスはとても貴重なものです。男性と同じ努力をしなければならないし、ミスに対して厳しい目もあります。安全意識を持って女性として自信を持って頑張ってもらいたいですね。もちろんビードは全て最強ですよね。続きまして、大阪のみやびさん。コラムの角目めちゃめちゃ綺麗ですよね。ビードの幅は全て均一で綺麗な溶接です。全て同じ幅を合わせるのは難しいんですが、みやびさんなら簡単な作業なんでしょうね。スパッタがほぼないんですよ。完璧な電気ですね。すごいです。ここまで揃えられる人はなかなかいない。溶接が好きなのが伝わってくるビードですよね。続きまして、徳島の田淵さん。田淵さんの多層盛りめちゃめちゃうまいんです。ビードの段差がほとんどないんですよね。橋梁、鉄骨、水門、トンネル、プラントと幅広く何でも溶接されているので、かなりの経験を積んでらっしゃいますね。そして資格の数がすごいんです。どんな溶接もこなせる田淵さんはまさに溶接職人。縦向き溶接、上向き溶接も努力してきたからこそできる技。オーバーでこの裏波はえぐい。こちら下向きじゃないですからね、上向きです。まさに神業です。もはや機械と変わらないですね。続いて、北海道のたまたまさん。たまたまさんの溶接は溶接工魂がビードに宿っているというか、とても魅力を感じます。いつもたまたまさんの投稿を見て目標としていました。まさに熟練工。角とかさないで綺麗に揃ってしびれますね。左の画像は低電流ワイヤー YM28 でやったみたいです。上手い人はどんな溶接でもやっぱり上手いですね。続いて、大阪の川野さん。板厚 70mm 超えのマクロ画像は貴重ですね。ありがとうございます。このビード見た時は衝撃でした。ビード揃いすぎて脱帽です。これ1ビード真ん中で切らずにいってますよね。これはなかなかできないです。まさに神業です。これでも会社ではまだまだとおっしゃってました。どんなすごい方がいるのかとても気になります。工場見学行きたいです。続きまして、北海道の NH さん。すごすぎて本当に脱帽です。うまいっていうか真似できる気がしないです。200発ぐらい入ってるみたいです。やっぱり最終層は同一方向が綺麗ですね。こちらのビード見てるだけでお酒が進みます。続きまして、愛知県の江上さん。江上さんも競技会では知らない方はいませんね。溶接競技会半自動溶接全国3位、被覆アーク溶接でも全国3位、全国軽金属溶接技術協議会でも3位になった凄腕溶接工。まさに溶接の天才です。僕も江上さんのアドバイスがなければ全国上位入賞はできませんでした。本当にすごい技術です。続いて、長崎県の金子さん。会社員時代に培った技能とノウハウで全国を飛び回り、鉄骨ボイラー、一般配管、特殊盛金をやりこなす溶接業界の若きユーティリティプレイヤー。2018年大阪府溶接技術協議会のチャンピオンの肩書きを持ち、地域貢献活動として高校生の溶接指導も行っています。溶接指導できる人のビードはとても綺麗ですね。溶接がうまいだけではなく指導もできる方はなかなかいません。とても貴重な溶接職人です。続いて、どこかの溶接屋さん。こちらの方は TikTok で溶接を投稿している方なんですが、とても綺麗な溶接をする方です。縦向きも横向きも普段から溶接されている方でしょう。どんな条件でもこなせる、まさに熟練された溶接職人ですよね。フラックス、ソリッドワイヤーも使いこなせる方です。これぞプロ。続いて、宮崎県高弘さん。人生は挑戦で溢れていると胸に刻み、経験を生かし極厚の溶接もこなせます。会社社長でありながら熟練工。ジャマイタありの競技会の溶接ビードをここまで整えられるのは経験を積んだからこそなせる技。お見事です。最後に、静岡県やすさん。
ティグ溶接の達人のヤスさんは、インスタグラムフォロワー3万7000人の凄腕溶接工、インスタグラムには700投稿以上されていますが、どの投稿を見ても一流な溶接をされています。半自動溶接もとても綺麗で脱帽です。どの投稿も真似できる気がしないビードでした。まさに溶接の神様。世の中には本当に上には上がいますよね。はい、皆さんどうでした？すごくないですか、この人たち。いや本当に脱帽ですよね。まあ、こちらの動画を見てですね、まあ、こんな人たちすごすぎて真似できないよっていう人とかもいると思いますし、まあ、この人たち目標にして自分も頑張ろうって思う人もいると思いますし、まあ、いろんな方いると思うんですけども、こちらの動画を見てですね、もうちょっと自分上手くなりたいなとか思ってくれる人がいれば、まあ、僕本望なので、まあ、そういう人が一人でも出てきてくれれば嬉しいです。まあ、僕もですね、まあ、この人たち紹介するとこれから動画投稿することがとても恥ずかしいんですけども、まあ、これからも開き直って頑張って投稿していきますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、僕も紹介した皆さんをみたいにうまくできるようにこれからも精進して頑張っていきたいと思います。まあ、今回の企画なんですけども、まあ、一人一人やり取りして連絡 して編集していたので、まあ、人数ちょっとこれぐらいになってしまったんですけども、まだまだちょっとうまくて紹介したいなって思う人がいましてですね、まあ、もしかこの動画を見た人で、まあ、自分もこれぐらいできるよとも、もう僕の溶接も紹介してくださいよとかっていう方がいればですね、インスタグラムの方にダイレクトメール送っていただければ、人数が集まり次第まあ、パート2ってことで紹介する動画も考えていますので、どしどしご応募ください。それでは今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。